テント彼女と甘いわな、星さん。売れない漫画に価値はないと考える売り上げ主義のこじらせた漫画編集者が主人公の漫画、趣味は売れない見た目が好みの漫画家のメスをこっそり味見することであり、リアルで今もどこかで連載とか仕事とか権力を餌にオスがいろいろな場所でやってんだろうな、と思える漫画。漫画編集者の鬼平さんは離婚してマインドアサシンだしね。幕張って面白いのぜ。そういう感じの性格設定の主人公だが、売れる漫画を作る才能には溢れており、才能がありそうな手ごめにした作家は売れる漫画家として使うというやり手設定。同じ編集者で自分の好きなメスの恋人で作家の作りたいものを作らせてあげたいという主人公とは真逆のライバルが、それでも当たる漫画を作ることに嫉妬をこじらせるという性格であり、このライバルと過去に一悶着あった小学校の友人のメスの漫画家と結託してこのライバルカップルを蹴落とすという漫画。ここから売れそうだからと手ごめにしたメスが実は地雷であり爆弾を抱えてしまう。ここから成り上がるためにハーレム候補たちの好感度を上手にコントロールしながら中に何もいませんよされないように綱渡りを始めながら編集者としててっぺん目指しながら、ライバルも蹴落とすという。全部やらなくちゃならないってのが漫画編集者の辛いところだな。を始めるという脱走のようなギャルゲー漫画。